写真拡大。西武 4-2 ロッテ26日メットライフ。西武源田壮亮内野手の飛騨の森倍返しが話題となっている。26日のロッテ戦、メットライフドームでの攻守をパーソルパリーグ TV 公式 YouTube チャンネルはパリーグ劇場源田壮亮たまらん倍返しだとして動画を投稿した。まずは攻守を見せたのはロッテ遊撃の茶谷健太だった。4回先頭山川のライナー性の打球は三遊間へ、ダイビングキャッチして素早く一塁へワンバウンド送球。優ごろとした西武遊撃の源田はこの茶谷の攻守に負けず劣らずの守りを見せた。5回西清田の三遊間への強いゴロを逆シングルキャッチ。ジャンプして反転し一塁へワンバウンドでストライク送球した。パリーグ TV は千葉ロッテ茶谷健太が好プレーを見せれば埼玉西武源田壮亮も好プレーでお返し。5億円120億円を回収してこいと言われたわけではありませんが、大人びたプレーで倍返し、たまらん倍返しだ、覚えておいていただこう、よろしくねとコメントした。TBS 系人気ドラマ半沢直樹にしっかり乗っかった投稿。ファンも源田のゴロさばきもすごいけどパリーグ TV のロゴも凝っててすごい、これは所沢直樹茶谷この後土下座させられたやろうなとあやりに乗っかった。いや、うますぎるって。惚れ惚れする。憧れのプロ野球選手って感じ。ほんともう、たまらんしか出てこない。源田の良いところは余裕ある時も慎重に丁寧に送球するところと源田の守備を称賛するコメントが殺到している。フルカウント編集部。